マルハバン、はい、ということで、今回もウイクラストーリー編シーズン113年目、スーパースターディビジョン11やっていきたいと思います。はい、まあ今回も、このね、まあディビジョン上げのためのねインターナショナルリーグに参加してるんですけど、このスーパースターエキストラに行くためにね今までちょっと頑張ってたんですけど、今回なんとウイクラ史上初めての降格になるかもです。はい、そういうね、不幸を、ぜひね見たいという方はね、見てもらえればいいんじゃないかなと。はい、11周目第12節でやっていきたいと思います。まあね、タケちゃんが苦しんでタケちゃんが負けてるっていう姿をね、見たいなっていうね、もうなんだろう、不幸はうまい飯じゃないけど、不幸を見れば見るほど飯がうまくなるみたいなね、そういう考え方の持ち主なんかはね非常に美味しい動画となってるんじゃないでしょうか。はい、仕上がってます。はい、もうね今リーグ順位見てもらったと思うんですけど、順位は最下位、このね、8位までは、降格確定です。もうね、もう絶望的です。もう今までにない成績だもんねこれ、ちょっとびっくり。これはスーパースターの試練がとうとう来たなっていう感じですね。いや降格なんて今までなかったんだ。なんでだ急に、なんで急にこのタイミングなんだよ。さあ、メンバーを交代させていきますかね。まずはシュクリニアール、ボアテング、もうジェメルソンは使っていかない、基本ね。ドドも基本使わないね。もうペドラザとか今後を担う選手をどんどん使っていこうかなっていうスタイルで、でラメラ、リャイチ、パケタももういいかな。でララブ、リシャールソン、モチベーションアイテム少なすぎでしょ。なんでこんなないの。戦術を組んでいきましょう。ちょっと次のデベロップメントレポートが楽しみすぎるな。3人ともビッグサクセスって今回初めてじゃない。さ、まあ最高ね、レンタル移籍は3人レンタルできるんですけど、トランスファーね、その3人ともが全員が全員ね、なんかすごい活躍してるみたいですよ。なんか楽しみですね。さあ、対戦相手の前に、メンバーはざっとこんな感じです。ブレイクギャラクシーのメンバーはですね、はい、対戦相手の目星見ていきましょう。はい、目星は、スアレス、そのぐらいですかね。ルイス、スアレス、トリッピアーとかその辺ですね。ベンチメンバーは一人も
強い選手はいないんでいいんですけど、まあとはいえやっぱスタメンが強いですね、非常に。さあこれ勝ってかないとまずいよね。リトリートでカウンターにしよう。危な。よっしゃ。クリア。そう。シュークリーム。いいよ、シュークリーム。さあ、サバタ。キャプテン。キャプテン、こっちに来れって。逆サイド。帰れ、ギビッシー。ああ、誰もいない。ギビッシー。よっしゃ、ナイボー。いやでも逆サイド変えてほしいな、ちょっと狭いよ。さあラメラ、いいね。ギュビッシー、ギュビッシー、ボールナイス。うわー、サバタ、おい出すな。おわー、リシャーリソン早いけどボール出ちゃいますね。リシャーリソン早いな。でも結局出すっていうね、ボールに追いつくけどそのスピードに乗ったままボールタッチすればそら出ちゃうでしょうみたいな。もっとこううまいタッチの仕方があるでしょうっていう。やばい、うわー、ハブね。今のは一撃必殺だったな。これが危ないんだ。いやカウンターだな相手、意外と。それだったらこっちはロングパスとか、まあ、ショートパスとかでも繋いだ方がいいよね、やっぱり。繋いで中央とかの方がいいんじゃない。いやーこれ勝ちたいよ、勝ちたいよ。いやー、うわー、危ない。ちょっと危ないな。え、これ左サイドバック誰だっけ。あー、誰だったっけ、忘れた。来た、サパタ、リャイチ。おー、リャイチ、どこにパスしてんだ。相手の股間にパスしたら何点とかもらえるわけじゃねえだぞ。いやー、おうち、いや、サーボアティング、やばい、シュートコース、入れられるの、嘘でしょ。あー、オーマイゴー、オーマイガー、オーマイガーシュ。
マジか。きっつ、きっつ、きっついで、これ。頼みますせ。なんかね、戦術が見当たんないというか、なんだろうね。よーい、全然ダメだ。ペドラザ、なんなんだろうな。あぶねー。いやー、これもさ、リシャルソン取りに行ってよ、ボール。おー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 、なんとかディフェンスできてるって感じだね。間が空きすぎなのか。You made a mistake, underestimating what you've taken on. I'm out of the cage, cause you opened the door. Okay. You're as innocent as gold. では1から登る。うわぁ。惜しい。ゴール、ペドリ。ここはドドでいいかな、あえて。レマレ、ラマレ、ラマラ、ラメラ、ラメラ。ねえ、クリア。はい。やばいぞ。おお、危ない。ナイスバッティング。サパラ落とし。いやー、惜しい。回されるな。そしてこの逆サイドチェンジが結構きつい。ケナイス、いけ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 。ペララビアック。しかもメンバー交代できなかったし。マジか。ハイライト。ちょっとね、ずっと攻められっぱなしだったよね。全然今回の試合もシュートシーン作り出せてないし。わかんないな、もう。こうなると。もう、わかんない。
攻撃パターンがないよね今もう。レバンドフスキの時はまだね、レバンドフスキが能力、個人的能力が高いからまだなんとかなるんだけど、サパタがセンターフォワードの時ももうね、得点パターンがもうね想像できないね今となっては。まあ、それにね、もう耐えきれずにディフェンダーがもう押されてって感じになってんだよね。さあボアテングいい感じ、さあ他はジェメルソン落ちてる、ザパコスタ、うわザパコスタいいね、ローフテッドパスやば、いいじゃん。さあ他のメンバーをねちょっと育てていきたいですね。 OK、 リシャールソン、ここも他のメンバー、リシャールソンじゃなくてロドリゲスとか、いや、リシャルソンはそのまま使っていこうかな。アタッキングかスピードかフィジカルかテクニックだね。で、ここをザッパコスタじゃなくて、グリマルドにしたいところなんだけどね。グリマルドでもいいんだけど、アレックス・グリマルドでもいいけど、あ、でもアレックス・グリマルドもうトレーニングしてんじゃん。じゃあ、ここはですね、他の選手を入れていきたいなと思います。誰にするかなんですけども、ここは、ペドリ、まあペドリもねいいんだけど、ロドリゲスだねやっぱり。あれ、なるほど、そういうことか。じゃあここペドリだな。ペドリかデュビッシー、でもデュビッシーもう終わるな。ポグバ、リャイチもちょっと微妙だね。ハフェルツ、ウーデゴール、あーウーデゴールいいね、ウーデゴールだな。ウーデゴールだ。でリシャルソンじゃなくてロドリゲス、
ロドリゲスをスピードだね。よし、さあ来た、デベロップメントレポート。これがね、もうみんなビッグサクセスしてるから今。さあビッグサクセスでどれくらい上がるかだよね。でも14試合中4試合しか出てないんだよ。80いってほしいね。最低でも80だよ。フィオレンティーナいいね、いいよいいよ。あ、後半がいい感じ。あー4も上がる。おー3だな。3上がって80。おー4、うわーいいね、ビッグサクセス、ザパフォーマンス、トップパフォーマンス。さあオナナもね、トップパフォーマンス。80いってほしい。この選手も14試合中4試合って感じですね。さあいい感じいい感じいい感じ。うわ5、すげえ、5も上がった。4、ボディバランス、キッキングパワー半端なく、ジャンプ7も上がんの、やば、こんなことあるんだ。ジャンプ力半端ないね。オーナナ82、5、やーべ、ザ・パフォーマンス。さあジュバ、多分ジュバっていう読み方で合ってるんだと思うけど、この選手は14試合中3試合しか出てないじゃん。大丈夫、80はいかないでしょ、さすがに。さすがにいかないと思うよ。77ぐらいじゃない。いやー78になってほしかったよな。あ79、あ意外と上がった、4も上がったじゃん。あこれは結構ちょっと来シーズン期待できそうですね。はいはい、それでは、来シーズンじゃない、次回の動画はですね、12週目第13節相馬戦やっていきます。もうちょっとリーグ戦全然勝てないよ。助けてくれ助けてくれ頼む。それではバイチラス。